埼玉県立大宮光三木高等学校は、埼玉県埼玉市西区大和中野林に所在する、全日制の県立高等学校。本校の校名の校寮は、光あふれる希望に満ちた丘の学園を意味する。普通科、外国語コース、美術科、音楽科、書道科の4学会地コースを設置している。 芸術系の学科を併設しているためか、生徒数は2015年現在997名と圧倒的に女子が多い。普通科は1年生では全員共通科目を学び、2年生から文系、理系に分かれる。外国語コースは英語が中心だが、2年生からフランス語を第二外国語として選択することが可能。音楽科はピアノ専攻、声楽専攻、 感、打楽器専攻、弦楽器専攻がある。学校行事は、遠足、体育祭、スポーツ大会、文化祭などが行われる。真理を求め、自他を尊重する心情、たくましい意志力と体力及び豊かな情操を養い、国際的な広い視野に立って、社会の発展と文化の創造に貢献できる人材を育成する。一学年の募集人員は普通か200名。 外国語コース40名、美術科40名、音楽科40名、書道科40名となっている。同一の資料によって選抜ができるため、普通科と外国語コース相互に第2志望を認めている。美術科、音楽科、書道科は普通科への第2志望が認められている。また、普通科から書道科への第2志望については、すべての学科、コースの選抜を終えた後に、 第二志望に準じる志望を認めている。そのため入試では第一志望の学科に落ちても第二志望の学科に合格する可能性がある。芸術系の美術科、音楽科、書道科の産学科では実技試験が行われる。プール施設がないため水泳部はない。またバレーボール部は女子のみで男子は活動していない。書道科があるため書道部は競合で 高校生国際美術展で2008年から2015年まで連続して団体で最優秀校賞に輝いた。個人では内閣総理大臣賞、文部科学大臣賞、外務大臣賞など多数受賞している。その他、全国高等学校総合文化祭では2度の文部、科学大臣賞、工房大師法参考の山教書大会では最高賞である。 工房大賞を受賞するなど、名実ともに書道において、強豪校である。最寄り駅から遠いため、公共交通アクセスは、あまり良くない。三条町経由に積み合い機内市、円安池湯水畑駅に乗車、大宮光両高校前バステーゲ徒歩すぐ、飯田塾経由に積み合い機、ララポート富士見駅などに乗車、足立神社前バステーゲ社徒歩5分。ありがとうございます。